の緊張感を保てるようになって。見る見る。大丈夫大丈夫、そのまま来ましょう。オッケー。あゆみちゃんとしっこちゃんはちょっと試練ですね、これは。ここ逃げるか。でもいい感じ。はい、手のひら下に向けて脇を少しリラックスです。慌てずに手のひら下、手のひら、グーで殴ったら怖いっす。あやみちゃんのグーパンです。見え張ってんじゃないですか、スタンスいろいろ、足長いと思って。サイドスリッパーの名前に恥じるようなことしてるとダメだな、サイドスリッパー。緊張ができるようになってくると、さっきやってた股関節の部分も生きてくるはずなんですよね。あ、ぶつからないね。あそこ逆位置ないそうでしょ。その中でやりたいんだけどな。ゆっ、うん、走っちゃうね。走っちゃいますね。ショートターンができなくなっちゃうね。動きバッチリなので、あとは今はこの板に少し滑らされちゃってるので、自分の力を使って力抜いて、また瞬間的に力入れるっていうのをスピードを速めるようにしてみて、動きは悪くないです。久美子さん、ここ伸びないように、伸びない、伸び、そう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 、 OK です。